はい、朝のひな行きます、はい、暑いね、暑いよ、暑いですね。この中は快適かな。いや暑いと思うな。新しいひなが入ったから、暖かく保ってるってこと。そうね、21度ぐらいには持ちます。だんだん、まあ、ひなしゃっていう匂いがしてきましたけど、だんだんこれがひなしゃ、ザ・ひなしゃっていう匂いが、まあ、家もちょっとずつ匂いがつくようになったよね。うん、ひながね、だんだん増えてきましたからね。うん、あ、間違え、つける場所間違えた。フラッシュ攻撃。はい、現在の室温は 28.5 度、暑いです、嫌です。 28.5 度の湿度は 47%。 5月の21日、時刻は8時54分。本当か。はい、現在は東5の区画と西34で勝ってます。はい、ということで温度チェックいきます。27.9 度、 30.4 度。さて、君はどうして座っているのかい。こいつか。うん、目に欲しいな。両目閉じてる。なんでみんな触っちゃうの。あ、いや、この子じゃなくて、うん、ごめんね。森田、お前どうやって開けた。やってあげようか。うん、はい、逃げちゃう。こっち取れる。はい、こっち来る。あ、こっち来た方が映るんだ。目開けるとこ映すか。よいしょ。はい、ごめんね。うん、急いでよ。うん、ごめんね。もう助けるんだよ。はい、バッチリ。大丈夫ね。あ、いたいた、よかった。ごめんね、大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。冬を助けるだけでしょ。見えたら一気に恐怖だ。ハト、うん、痛いね。なんで閉じちゃうのかな。はい、見える見える見える。見えたぞ。開いてる、開いてる。何番。あ、ごめん、ごめんなさい。はい、18番って、ね、18番ですね。わー、すごい。恐怖のあまりラップ。でもめっちゃ食べてる。でも分かりやすいね。そうだね。あの、なんだろう、周りに。うん。あれ、でもさっき見たのでかかった。片目だけ閉じてる子がいるはず。両目閉じちゃうと、座るんだ。座るしかない。うんうん。だ、ねえ、パニックになんないで。片目閉じてるのはウィンク。わかんないよ。閉じてるやつがいるぜっていう合図が。合図だったのかな。ありがたいです。大丈夫ですか？泣ける。ああ、これ一番ではない。一番だね。急激に。何時
なっちゃったね。あんなより運命なの？同じ高さにしないと痛くない？うん、同じ高さに変えて。で、トモちゃんが見たウィンクはどういったの？足元に顔を入れると踏むよ、マジで。今まで一番に虐げられてたやつが今がチャンスかと。うん、やめろ、チビをいじめるな。チビを必要に追いかけ回して続いてる、かわいそう。大丈夫かい、チビちゃん。まあ、時間を切って仕事します。足も回ってねえか、大丈夫。餌食べは両方、水もなし。ねえ、影が止まってて。止まってな。すぐにね、美味しい水で HP 回復。今あげるよ。みんなカメラの前に集まる。あ、倒さないで。よし。ここだ、ここだ。去年はこんな多くなかった。あった。開けた子はさ、片目真っ黒。
とりあえずね、両目閉じちゃって、詰まっちゃった子はね、助けたので。よし、詰まっちゃおう。なんで閉じるのかね。最近飼育員になれたのか、寄ってきてくれて嬉しいですね。なんで目を閉じちゃうのか。謎ですね。まあ、僕も花粉症で目やみがよく出たときは朝自分で開かなかったりしますけど、じゃあそれじゃね、私その経験がないからよく自分で開かねえって、うん、あの手を使って開ける、ちまっ、そんなことあるんですか。ちょうどそこにでも何で汚れるんだこいつらは。まあいろいろ汚れた足でこう目が炎症を起こして、分かったか、目が閉じてしまったらおとなしく座ってろ、おとなしく座っててくれればすぐ気づくから。新しく連れてきた日の街です。はい、こちらはまだひよひよ明るさに慣れていないので、暗い暗所で生活してもらってます。はい、ということで5月の21日日曜日の皆さんの世話でした。皆さんチャンネル登録と高評価、そして他の動画もぜひ見ていってください。はい、以上、美里遅い地ハムからポニータンとともちゃんでした。バイバーイ。